こんにちは、北川恵子です。この度ドラマアカデミー賞特別賞というのを、いただきました。皆さんありがとうございます。モップガールっていうドラマは私にとって初めての連ドラで初めての主演だったのですごくプレッシャーもあったし気負いもあったんですけど、本当に監督とか谷原さんとかみんなに支えられて楽しく3ヶ月終わることができました。おかげさまで視聴率もよく、見ていただいた皆さんのおかげです。モップガールを3ヶ月間演じきってでこういう素晴らしい賞をいただいて、私にもちょっとずつ演技の自信がついてきたかなと思うので、これからもテレビも映画も一生懸命頑張ろうと思います。皆さん今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。